濃厚接触が避けられない障害者福祉の現場ではマスク不足が続いています。現場からは緊急事態宣言が解除されるとさらにマスクが不足するのではないかと心配する声が上がっています。食事の解除が必要なような場面ですとお食事のところで離れてこう支援するわけにはやっぱりいかないので近くで必要な時には手を添えたりとかっていうような解除が必要だったりとかするので福祉現場では職員と障害者が密に接することが避けられません。職員は緊急事態宣言が解除されると外出する人が増えてマスクがさらに不足しないか不安を感じています。こうした中先ほど静岡県浜松市に100万枚のマスクが到着しました。お裾分けしマスクと名付けられたプロジェクトで仕入れられたものです。1枚45円で1箱55枚のマスクを買うとそのうち5枚が福祉施設に寄付されます。全国600以上の施設から25万枚を超える依頼があり一部はすでに配られています。うわ嬉しいってありがたいって応援してくださってるというか温かい気持ちのマスクだから思いを受け取って頑張らなくちゃって思いました。